とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、きらぼしラビリンスに5周行って、出てきたコマンドメダルをお見せします。まあ、大体、何が出るかっていうのは、大体は分かってるつもりだけども、それ以外のものが出てくる可能性っていうのもあるよね。まあ、とりあえず、コマンドメダル入手順で見まして、これだね。タイムアクセル。250個目のタイムアクセルの次から出たやつを見ていきましょう。それでは5周、行ってきます。やっぱりここはね、道中時間かかるね。全員倒していかなきゃいけないんで。時間かかる。まあブルームーンだったらば若干なりともマシだね。うん、やっぱり最使用時間が短いっていうので、やっぱブルームーンが最強だな、ここでは。まあエルゼメキアもね、ベールがこれは貫通するっていうことで使いやすいしね。よし、おしまいだ。では4週間残り、行ってきます。それでは、最後5週目のボスです。今回結構いろんなの出たと思う。うん。まあ、だいたい5周すれば、だいたいね、出るやつすべてが出ると思うんだけども、今回よかったね。いい感じに、なんだろう、ばらけて出てくれたかな。うん、集中してこればっかり出るっていうのが結構あるけど、今回はいい感じに出てくれた気がする。まだ集計は見てないけどね。集計をちょっと楽しみにしておきましょう。あれ、ちなみにこのエルゼシャドーマンは基本的には1回ずつしか倒さないかな。うん、あいつをね、何回も倒すっていう方法もあるんだけども、それやってないね。うん、シャドーマンは基本倒さずにそのまんまゾディアライア倒すようにしてます。うん、あいつらからもね、結構いいやつ出るもんね。じゃあ最後は出そうか。最後は出して、あっ嘘最後の最後やられた。もうまあいいか。とりあえずこれで5周終わりです。集計を見てみましょう。やったわね。はい、それでは5周終わりましたね。見てみようか。250個目まで持ってたよね。なので251個目からとなってます。入手順、お、結構出てるね。42個か。42個出てるみたいです。タイムアクセル、こっからだね。いや、違うか。あ、いや、そうだな。うん。こっからスタートです。まず最初に出たやつが、黄昏乱れ打ちとミスティックダッシュ。まあ、両方とも、エルゼメキアから、ドロップしたやつです。まあ、黄昏乱れ打ちは、あそこ、夜の学校が出やすいんだけども、こっちの方が、手軽に高レベルが入手できるからいいかな。はい、そして、ダークブーメランだね。ダークブーメランとミスティックダッシュ。で、グランゾーとネコスカドライブ。まあ、ここのね、ラビリンスって言えば、この、技っていう風に俺思うんだけどね。ネコスカドライブはよく出ます。で、メモリアルジャンプ。ワイルドアクト。いや、しかし、なんだ、スキルが全然ついてないな。他は、黄昏乱れ打ちがまた出てる。で、ダークブーメラン。で、王者のブロー。出てるね。でも、吸血か。気候がいいんだけどね。気候の必殺技はすごく、貴重なので欲しいんだけども、違った。で、もう一個。王者のブロー、出てます。そして、紫の舞。
だね。で、ダイナミック猫エンド。そして、まだ出るね。メディカルコマンド。痺れるナンバー。おー、今回いろいろと出てるね。で、メモリアルジャンプ。そして、エグゾードソード。これ、出るのここぐらいかな。あんまり見ないんだけどね。エグゾードソード。そして、ファイナル黒い稲妻。使えるね。これなかなか強い必殺技なんで、俺は結構好きです。で、次。最後かな。黄昏乱れ打ち。で、ダークブーメラン。で、最後の最後にもう一個、猫スカドライブが出てます。はーい。キラボシラビリンスは、だいたいこんな感じです。まあ、いつもよりもね、多めに出てきてくれたと思います。5周すると、だいたいね、うん、お目当てのやつ1個ぐらいは出るんじゃないかな。はい。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや。